花燃える程度、私たちはここで歌い踊り、そして大切な人に出会いました。桜大戦熱き血潮に大正桜にロマンの嵐、舞台の幕が今開きます。あれから3ヶ月、大正13年元旦、礼儀にかなったご挨拶ですこと。ありがとうございます。今年こそスミレさんのようなレディーになれるよう頑張ります。あら、あ、あなたずいぶんセンスがおよろしくなったわ。ま、私を見習って社交界にデビューできるよう精進することね。ところで少尉、どうかしらこの服、やはりちょっと地味かしら。本当でしたら京都から特別に取り寄せた西陣織で仕立てた超高級なお振り袖をご披露するはずでしたのに、残念ですわ。はいはい、相変わらずよう似合うてはるで、すみれはん。あら、ずいぶんトゲのある言い方ですこと。気のせいやなあ、大神はん。せやろ、スミレはん何着てもお似合いや。あら、あ私の美しさに今さら気がついたんですの。隊長、今年もよろしくお願いします。よろしゅう。中国の正月はまだ先やさかい、おめでとうは早いねんけどな。体調らしくなったな。なんだか嬉しいよ。今年はいい年になるね。
偉そうに。なんだとこの嫌味女。声が大きすぎますことよ、デカブツさん。やるかこの腐れ蛇女。大神くん、去年はご苦労様でした。今年も頑張って。大神はん、あんた正月からデレデレやんか。神くん、どうしたの？いいじゃないの。せっかくのお正月なんだから、思いっきり羽伸ばしてきなさい。あら、あたしと？大神くんと初詣か。悪くないわね。でも、ごめんなさい。今ここを離れるわけにはいかないわ。いいから、他のこと行きなさいな。何人か誘われたんでしょ？みんなあなたと行きたがっていたから。あまり女の子を待たせるものじゃないわ。あ、それから大神くん、二頭追うものは一頭も得ずよ。これは私からの忠告。あの子たちのこと頼んだわよ。しっかりね、大神くん。Thank you.
お待たせしました。この着物ですか？せっかくの初詣ですもの。日本人らしく着物にしました。それに大神さんとの初デートだしね。
ここで売ってるみたいですよ。あれ？このおみくじ何も書いていませんよ。ほらほら、ここ見てください。水につけると文字が浮き出るって書いてありますよ。行きましょう。あっちに池があったはずですよ。ここのおみくじって水につけて占うんですね。知らなかったな。ねえ大神さん、なんだかワクワクしますね。本当だ。私のおみくじは末吉。でもこれぐらいの方がいいかも。幸せすぎるよりも少し幸せの方が喜びが多い気がしますから。よかったですね大神さん、今年はきっといいことばかりですよ。上手なんだから。それじゃ大神さんの運少し分けてもらわないと。大神さん、おみくじ結んでいかないと。そのようですね。では行きましょうか。そこの枝少し持っててもらえますか。すみません、手伝ってもらっちゃって。ありがとうございます。
そう言ってもらえると私も嬉しいです。大神さんって誰にでも優しいのかなって思ってましたけど、違いますよね。くじも一緒に結んでおきましょうか。私の横でいいですよね。はい、何ですか。はい、こちらこそよろしくお願いします。あんたたちをつけてたのさ。二人っきりで楽しもうなんて、あ、そうは問屋がおろしませんわ。どや、びっくりしたやろ。まあな、こうなることは初めっから計算づくやったんや。隊長、こうなったら諦めてください。すみません、止めようと頑張ったのですが、みんなの勢いに負けて、はあ、結局こうなるんですね。まあいいじゃねえか、ここはみんなでバーッと楽しもうぜ。花組はやっぱりみんな一緒が一番ですね。よし、決まりだ。じゃあ先行ってっからな。みんな行くぞ。あー、大神さん、さっきの続きはまた今度ですね。この気配は、この声は、あそこです。また会えましたね、帝国歌劇団の諸君。我が名は青いサタン。クロノスかい？バカバカしい。天界ごときではあの程度が限界さ。所詮徳川に飼われていた坊主。
だがこの青いサタンは違うぞ。容赦などせぬ。貴様みたいに女にうつつを抜かしてるようなくだらん男に私を止めることは無理だ。この帝都を根こそぎ破壊し人間どもを恐怖のどん底へ突き落としてやる。目的？俺は人間どもが幸せな顔をしているのが嫌いなのさ。苦しみ恐怖して泣き叫ぶ姿が俺にはたまらなく嬉しいんだ。そんなこと絶対許さない。俺はお前たちが愛する人や物のすべてをぶち壊してやる。何？来たれ、帝都の仮装に息づく抑圧されし魔の者よ。我こそは魔の解放者なり。いでよ、コーマー。なんとか間に合ったようね。将軍丸！将軍丸や、助かったね。よし、めったくそにしたるぜ。
さくらさん。ショイさん。いつも二人で。かかってきな。あたいが相手してやるよ。当たると痛えぞ。
長、無理はしないでください。隊長、無理はしないでください。かかったな。拝見ですわね。分けてください。はっ！ゲイ！せーの、答えて！かかってきな。相手してやるよ。見せたろ。
ターの実力よ。しないでください。かかったな。うわ。うわ。かかってきな。あたいが相手してやるよ。
Thank you.
ちが手本見せたろ。手加減は期待しないでね。そこ、シュート、グリナイ。そこ。拍手の準備はよろしくて。お手並み拝見ですわね。
気を分けてください。手本見せたろ。
みんな脱出するんや。もう後部は限界なんや。諦めちゃダメ。必ず道は開けるわ。だから今は特訓があるのみ。次回桜大戦、神は舞い降りた、大正桜にロマンの嵐。まずは腕立て100回よ。